こんにちは、山手駅研究家の三笠玄山です。はい、今回はですね、こちらに書いているプロビデンスの目って何っていう形で、プロビデンスの目というのをねご説明したいと思います。手相の中でよくね三角門っていうのがあるじゃないですか。ここに三角門があるんです、ここに三角門があるんですと、ね、ここにあったらまあ直感が鋭いとかね、三角門って大体ピラミッドの形ですから、物事を高いところからね、見るとかそこが覚醒するとか言われてるんですけども、三角門があって、最近よくここにねこんな感じはっきりはなくてもちょっと目のような形があるとか、その目のもっともっと下の段階として十字架が中にあるとかね、そういうのが見えるんですよっていうのが出てきた場合、それをプロビデンスの目と言います。でそれは何かというと、ファティマの目とちょっと違うんですが、ファティマの目っていうのはこの手の真ん中ら辺にこう出てくる感じなんですけどもね、そのファティマの目じゃなくて、今回はこの三角形の中に目が出ると。でこれは神の目って言われてるんですね。でこの神の目っていうのは、その1ドル札とかにも書かれてるね、フリーメイソンの目って言われてるし、まあ日本の千円札にもね書かれてるんですけども、野口英世さんの目見たら、その左目の方の後ろに富士山がね、霊山がかかってるというので、遠くのものとか高いところから見えないものを見えるという風な目だと言われてるんで、こんなね実際きっちりと目になってなくても、ちょっとねこう十字的なものでもあったとしたら、あ、しかもねそれが小学校の時からずっとあるんですとかね、高校からここにあるの知ってましたっていう人よりも、最近僕のこの動画を見て、そういろいろちょっと不思議な手相を探して、で探した手相のこういう紋をね、不思議な紋が ありましたとか、あ、それはなんとなくこういうふうに見えますとか、で僕のやってる今のその養成講座の中でも、これそうですかねみたいな感じで来てるんですけども、自分の手の中にそういう不思議なものを探すとか、また周りの人のそういうのを探すとか、例えばあの五芒星とかね今やってる、そういうのを探したり見つけたりするっていう時にすごくワクワクするじゃないですか。だから宝地図のね、地図を見ながらどこに宝が埋まってるんだろうって探す、そういう時って一番人がワクワクするので、ある程度脳が覚醒するというか、ずっと同じことばっかりやってて、日常にね、その非日常っていうんですかね、同じことの繰り返しじゃなくて、何か新しいことを見つけるとか、しかもそれが自分の手の中にあったら楽しいじゃないですか。だから大きなあの三角形っていうのはよくあるんです、あったんですって言われるんですけど、その中にねちょっと十字とか、ちょっとこういう2個の平行線の目のようなものがあれば、それはプロビデンスの目となるので、一度ね、いやあるかないかね、ちょっと一回どんなもんって探してみるのも僕あれだと思います。でもしあったとしたら、それの意味はとりあえず簡単に言うと、神通力、神の目ということなので、神様のような目を持つ。だからもしそこに、あ、これあったぞ、これひょっとしそうかなというのがあるんであれば、それは、あなたがこれから何かそういうこと、例えば今まで知らなかった不思議なこととか、スピリチュアル的なことに覚醒しているという証になると思うので、ぜひね見てください。僕もねこんなこと言って、プロビデンスの目ありますかとか、ファティマの目ありますかとか言ってるけど、手の中にやっぱりそれに近いものが出てきたら、あ、これそうじゃないかなって思うんですよ。でそういうのを思った時に、ひょっとしてこれどうやらんだろうって、いろんな保証を聞いたりとか、いろんな師匠に聞いたりしてる時に、そういうふうな昔から言われてる不思議な目、どちらかというとこれは西洋的な考え方ですけど、東洋でも違う言い方があるのでね、何かそこに通じるものがある。だいたいまあ四角とか五角形のねものとか、そういうものにはあのやっぱりなんかこう特殊なものがあるし、これもやっぱり目のような形があるっていうのは、目っていうのは可視化できるものと可視化できないもの、見えないものも見通せる力っていうのがあるじゃないですか。だからそういう意味では予言っていうか、未来をちょっと先をね感じ取れるパワーっていうか、能力が自分に伝わってきたから、手に中にそういうもんがねふわーっと浮き出てきたのかも分かりませんので、また一度ねあるかどうか、試してみてください。でこういうのね、日曜日の朝にね勉強会やってますので、もし興味があれば、そのメルマガとチャンネル登録していただいたら、こちらからズームのね招待状を送ってますので、もっとこういうのね裏話いっぱいしてますので、興味のある人は遊びに来てください。お待ちしてます。